はい、サママラン。はい、久しぶりにワンフレーズインドネシア語をまたやっていきたいと思うんですけども、はい、はい、引きこもって、そうやね、1ヶ月経ちましたね。もう家の門があって、もうそこからも一切向いてない、うん、まあ、僕はもうちょっとなんかね、幼稚園とか、うん、まあ、それでも出てもまあマスクしたりとか、うん、こういうこの状況でいつ抜けるんだろうなって、ね、うん、多分みんな同じ気持ちだと思うんですけど、ね、皆さんいかがお過ごしですか？なんかコメント欄になんかいろいろ書いてみてください、ね、なんかね、せっかく時間もあるし、もしね、家にいらっしゃる人がいたら、私たちこうライブ配信でなんかこう、インタラクティブにこうね、コミュニケーションができるなんかツールを使ってみたりとか、あとなんかズームとか使ってなんか交流会的なものをやってみたりとか、なんかいろいろしたいなっていうあのイメージは膨らんでるんですけど、皆さんどうですかね、あのもしなんか興味があればコメントとかいただければ、ちょっと考えてみたいと思います。私たちもね、ずっと家にいるので、うん、何かこうできることがあれば、そうや、ね、やりたいなっていう気持ちがあるので、うん、ぜひあのコメントください、うん、気軽にあのコメント残していただけたら嬉しいです、はいはい、でこのチャンネル結構ねコメントをいただいてるんですよ。いつも何かしらアップすると、うん、なんかコメントをくれてるんですけど、はい、今日はね、発音についてちょっと質問をいただいたので、うん、ね、ちょっと今日は発音チャレンジみたいにしたいと思うんですけど、うん、ちょっとあのコメント読んでいきますね。日常会話をいろいろ勉強してきた中で、自分にとって、まあ、日本人にとってね、ああ、一番発音が難しいと思う単語があります、はい、トロール卵です、ああ、なぜなら L と R が連続で出てくるからです、うん、しかも L が先で R が後、うん、頑張って使っていますがうまくできません、うん、ちなみにプル必要という単語も L と R が出てきますが、うん、こちらはプルを意識することでなんとかなりますが、うん、トゥルール、卵、このアルファベットの並びは僕にとって、最強横綱級に発音が難しいです、うんうん、みきこさんはこの2つの単語完璧に発音できますか？できません、できません 今の通りでございます。はい、アンガさん攻略方法を教えてくださいということで、もう変な汗出るわはい、難しいですね。難しい、あ、そうやね、これ、うん、意外とネイティブがあのコツとかコツは何ですかとか言われても、うん、いつも通りは言うんじゃないですか、うん、だから逆に本当は、ミキゴさんがね、あ、うん、ちゃんと今できてたらやっぱコツがつかめないね、まだ、うん、今もそうコツがつかめてない、つかめてないし、うんうん、これやっぱ日本人あるが難しくない、R、インドネシア人、あ、でもね、僕ね、あのインドネシア人の中にちょっと R の発音が下手な方やね。あ、そうなの。そうやね、まあ、それちょっとなんか役に立つか分かんないけど、うん、インドネシア語やっぱ R が、うん、と、あの E、うん、あれを、あの例えばこれトゥロール、うん、だからトゥ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 ロールロール、いけたん違う、うん、トゥロール、うん、トゥロール、それ卵ですね、トゥロール、まあこれあの書いてんのはウじゃないですか、トゥルール、トゥルールも言えるし、うん、トゥロールオーで、オーでもいけるねな、うん、意味がまあ一緒やんけど、うん、コツは何やろな、これトゥやろな、トゥトゥトゥロール、ちょっと分けて発音して後でこうくっつける練習したらいいかもしれない。そうやもんね、トゥロール、うん、トゥロールで、トゥロール、ほら、いいん違う？うん、そうその通りだうん、こうちょっと今分けてやったらいい感じにちょっとなったかも、うん、で多分まあ筋肉が
そのね、使ってない筋肉を使ってるから、ね、きっと、ね、どの外国語もお互い難しいんだと思うけど、うん、やっぱりこう使って鍛えるしかないのかな。そうな、あのパルルーパルルーなんかパルパルルー、ルーパルルー、うん、いけるよ、うん、パルパルルールーでパルルピン違うでもまだマシ違う。そうそうそう。なんかこうやって分けて練習したらいいかも。今ちょっとやってみて思った。発音はね、やっぱ、うん、あの言わないと、うん、あの練習あの、まあ、言わないと分かんないから、うんまあ、日本語も一緒じゃないですか。うん、言葉って喋らないと、ね、うん、うまくできないから、ね。なんかほんまでもそういう会話会みたいにできたらいいね。なんか。Zoom と か、ね、なんかオンラインのシステム使って、ね、今本当私たちも毎日家いるので、うん、今だからこそ、ね、うん、できないことができるっていう、ね、そうそうそう、だからなんかみんなで発音の練習がしたいとか、なんかこういろんなこう、ね、コミュニケーションをしたいとか、うん、なんかご要望があればぜひ、うん、コメント欄に、ね、この単、例えばこの単語この単語この単語で、うん、今度やりましょうというかね、うん、オンライン、まあ、例えばね、こういう、まあ、オンラインでとか、うん、で、なんか、うん、そうだね、うん、お互い、まあ、一人より二人の方が、例えばね、さ、会話レンズみたいな、うん、できてたらいいのかなと思ってる、うん、結局やっぱり使わへんと喋られへんもんね、会話って、うんうんうん、じゃあもう一回、卵言ってトゥロール、うん、トゥロール、ちょっと待って急に言われたらほらもうびっくりするやん。トゥルール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 。な必要。必要なんだっけ。プあプルプルール。パチャオ。チャオ。パチャオ。パルル。プルプルル。できん。もう練習しとけ。パルルーだよね、うん、パルルー、うん、そう、あのインドネシアに住んでてもこんなんなんでご安心ください、うん、ご安心くださいじゃない、頑張らなあかんけど、そうやね、うん、はい、はい、じゃあ、アンガさん締めてください。そうですね、まあ、今日の動画で、こういう感じで、よろしいでしょうか。はい、もしこの動画好きでしたら、ライクボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、はい、あとコメント、では次の動画でお楽しみにください。はい。はい。サンバイジャパラギー。